ほら、青森の梅ブタだよ。リンゴジュースね。これ小祝いなんでね、東京でも飲めてしまうし、私は盛岡の、てか岩手のね、出身なんで、やっぱり青森に来た時は、こっちの青森も飲みたいよね。はい、私はここの721なので、こっちにこっちか。すっげえ広い、広いね。いや、もう入った瞬間、これは広いだろうって思ったくらいに広いよね。もうちょっと今、缶だけ置かせてもらって、今、リュック背負ってる状態なんだけど、かなり広いよね。で、これはアメリカでいうクイーンサイズのベッドかな、でかいしさ。あ、これは空気清浄機なのかな。で、あ、ポットと、これマスク？ティッシュか。あ、これなんか開いてんぞ今、わざと開いてんだのかな。あとこれ、お湯だよね。で、ティーバッグって書いてるので、下着のティーバッグじゃないよ。で、あれ、あ、今私消してしまったのか、もともとついてたのか。で、こんな感じで、すげえ綺麗、広いしねえ、私がいる。あ、私だ。まあいい。私は、マスクいまだにする人だからね。おやおや、これは、こうやればいいのかな。今、24度くらいにしようか。OK、OK、OK、OK。いいね。これは、あれか。え、これアイロンか。いいね。やっぱり、10段階中の9を取ってるホテルだけあるんだけど、Wi-Fi は、なんか、あれですよ、エレベーターには書いてたけど、エレベーターに書いてたけど、本当にエレベーターに書いてんだけど、部屋にはどこに表示、テレビつければ出てくるのかな？ちょっとベッドに倒れ込もうと思ったけど、ちょっともう先に本当ベトベトなんだよ、体、覚醒。やっぱ、歩いたからな、さっき、動画には多分してると思うけど、癖。ベタ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 、もうだからシャワー浴びますわ。やっぱり深いよね、湯船もね。アメリカ、ヨーロッパのホテルと違って、かなり深いぜ。背もたれもちゃんとついてるし。